皆さんはじめまして、ジャパンルネッサンスにようこそ本チャンネルは日本文化最高を目的とした放送番組です皆さんこんにちは、ジャパンルネッサンスのエアセスエスムと申します本シリーズは、哲学者西田喜太郎の思想の世界、絶対無の解説です 第五章特攻精神と自身について毛田直樹氏の小説永遠のゼロが評判になっていますとりわけ若者によく生まれており映画化もされました現代の若者が大東亜戦争で死んだ自分の祖父である宮部のことを知るために軍隊時代の知り合いを訪ねて歩くという形を取り出すこの小説はゼロ戦の戦闘員であった宮部の人物像を明らかにしていくものです 同時に、この本は、あの時代の戦闘に携わった人々の様々な意識を描き出していて、多くの若者に感動を与えているのでしょう。当時の宮部を知る者は、誰もが宮部は変わり者で、大変な臆病者だったという、彼の頭にあったのは、ただ生きて祭司の元へ帰ることだけだった。卑怯者だ、とも言われています。ところが、また宮部ほどの腕を持った飛行士はいなかった。 恐るしい前の操縦技術の持ち主だったという。最後に宮部は自ら特攻を志願して死にます。あれほど臆病者と言われ、生きることに執着した宮部がなぜ特攻機を志願したのか、その事情が徐々に明らかになっていくのですが、それが説得力を持って読者に迫ってくるのでしょう。実は宮部は臆病どころではなかった。真に勇気と冷静さを持った人物だったのですが、彼には最初から死を目的とした戦闘など、 狂気ののと思われたのです戦争では優秀な戦闘員の確保は不可欠なことですから生還を期すのは当然のことなのですしかも彼には妻や子供への責任があるだからあくまで勇敢に戦いつつ生還を期すのは当然のことでそれでもやられればそれはそれで仕方ないことだっただから特攻などという作戦には決して同意できなかったしまた驚くべき運動性能を持ちながらも 搭乗員を敵団から防御しようとしないゾロ戦も無条件で押してはしないのですにもかかわらず抜群の飛行機を持つ宮部は特攻そのものではなく特攻機を敵空母まで送り届ける直援機・援護機の搭乗の役割を与えられるつまり支援を持つ特攻を護衛しつつ自らは生還の可能性を持つ立場に身を置いたのでしたしかしレイディオウィ戦の3日前にいわば緊急手段として採用された特攻も 沖縄戦ではそれ自体が自己目的化されてゆき激しさを増す戦局の中でほとんどの特攻機が敵艦攻撃に至る前に撃ち落とされていくのですこうして多くの若者たちを目の前で死なせた宮部は最後に自ら特攻を志願して父へと赴きます。妻と この元へ帰るという約束を自ら放棄したのでした選び取られた実施特攻はおそらく日本の歴史の中で最も生産であると同時に最も重く未だに我々の心を揺り動かす出来事でした大東亜戦争にまつわる様々な出来事の中でもこれほど深く記憶に刻まれたものはありません戦後多くの人はこれを誤った非人道的非合理的な狂気の作戦で 戦前ののの軍国国主主義義あるいいは超国家主義の最悪の権限ととうことにしましまた戦時中あれほど称賛された特攻は「生還者だ」というだけでつまはじきにされかねなかったのですそして自ら志願して犠牲になった若者たちについては「軍国主義の犠牲者だ」ということにしました実は彼らも内心は行きたかったのだが社会の雰囲気に騙されていたのだとかあるいは当時の軍隊の中では「戦争の雰囲気にだまされていたのだ」とかあるいは当時の軍隊の中では「 志願兵とはいえ同調圧力がかかり事実上の強制であったなどという話が出来上がりましたそういうことはあったかもしれませんしかしこんな理屈は何の因もなければむしろ死者に対する侮辱にも他ならないでしょう多くの者が内心死ぬのは嫌だと思い最初から政還を放棄したこの異様な作戦に疑問を持ったことは事実でしょうしぜに尽くせない恐怖や怒りを感じないはずはありません 同調圧力もあったでしょう。にもかかわらず、彼らは絶望しつつも、清ささを持って、欠然と出望したのです。そのことだけが大事なことなのです。宮部は、妻や子のために、生還したしたいと、心から願っていました。また、多くの特攻の遺書には、父母、特に母親や妹、弟、そして妻や子、恋人への最後の思いが綴られています。君らを守るために喜んで父へ行く。 と書いてあります。もちろんそこには大きな矛盾があって本当は肉親を守るなら死んではならないのです彼らのそばにいなければなりません愛する人を守るために死ぬというのは一種の配慮なのですさらに言えば肉親を守るためにお国を守るために死ぬというのはどう見ても数字違いの矛盾なのですしかし我々はあまりにこのことに不条理を感じません。宮部は妻このたために生きてて、帰りたいと言って いたために宮部さんは妻子を愛しているのだなと言われます確かに愛していると言っても良いのかもしれませんしかしこれは情緒的な愛という問題ではないむしろ責任というべきでしょう妻子への責任があり父母への責任があるあるいは私を愛する恋人への責任がある愛とはこちらから相手へ向けた一方的な感情などではなく私を必要として愛してくれる者への責任なのです だかららここそ、のの責任は国へを向けられるのです。愛国心というのも情緒や感情の問題ではなく本質的には集団への責任の問題なのです。かくて妻子や父母や愛する者は表彰的に国と重ね合わされてきます。愛する者を守ることが国を守ることと重なってきます。ロシア民用の灯火に次のような一節があります。愛しき乙女よの灯火よ まさしく祖国とは愛するものなのです。とりわけそれは、母、妻、妹といった乙女、母も昔は乙女でした、なのです。この時には、家族との思い出、恋人への思い、故郷の山が、それらが根前一体となったものを突き刺すような思いをすべて含めて、お国のためといったのです。これは、ロシアも日本も同じことです。ただ、特攻の場合には、 片道燃料しか搭載していないのですから死はお資格しようもなく必要で全くもって意識的に選び取られた自死というほかありません国に騙されたというようなものではありませんフランスの日本学者であるモーリス・パンゲはそのことを次のように書いています「殺戮のために選ばれた犠牲者たちさあ」と読者諸見は言うだろうがだがそれは違う。 彼らが自分たちの運命を受け入れるその受け入れ方を見ないのは彼らを不当に戒めることになるだろう彼らは強制され誘惑され洗脳されたのではなかった彼らの自由は少しも損なわれてはいない彼らは国が死に瀕しているのを見そして心を決めたのだこの死はなるほど国家の手で組織されたものではあったがしかしそれを選んだのは彼らで自身であり選んだ以上 彼らは非一日とその死を意し、それを誇りとしそこに結局は自分の性のすべての意味を見出し続けるのだ。自主の日本史、講談者学術文庫より的確な見解だと思います。こうなると下手な戦後日本人よりもパンゲのような日本通の外国人の方がより正しく理解しているようにも見えてきます。 大東亜戦争は日本の歴史における最大の危機でありまた悲劇でしたよかれあしかれ国民的精神というものが勝ってなく激しく高揚し緊張していたまれな時代であったでしょう昭和17年のミッドウェー海戦で敗北以来戦局は悪化の一途をたどりガダルカナルの敗戦イ黄島の玉砕などを経て マ真綿で首を絞められるように、国の存亡の危機が押し寄せていきます。その頂点が沖縄戦であり、特攻の常時化であり、戦後戦,戦艦大和の出撃でした。諦めと覚悟の哲学こういう時には、この危機を一心に背負う人たちが出てきます。昔なら双方の必死と言ったのでしょうが、20歳前後の特攻志願者たちは、その危機を運命のごとく背負ったのでした。 そして彼らを通して、まさにその国の伝統や文化の中に押し込められていた実存がいきなり姿を現してくるのです。特攻というとんでもなく非合理な戦闘の形を過ぎ去った悪夢として捨て去ることができないのは、そこに日本文化や日本精神に関わる何かが示されているからです。もちろん誰一人みんな清らかな清々しい気持ちで出撃したわけではなかったでしょう。 衣装を見ても最後まで疑問を呈し、悩み不安の抑えきれないのです。しかし、それにもかかわらず、最後に聖書を組み交わすように、真っ白な、あるいはほとんど無と言しか言いようのない境地において、最後の行為を遂行するというのが、日本の実存の伝統的な形だったのです。言ってみれば、徹底した定年,の定年ゆえの覚悟なのです。そして、この諦めと覚悟こそは、 武士の思想の根幹にあったのですいや日本思想研究者の相良徹氏によるとこの諦めと覚悟こそ武士という階級だけでなく日本人が自己の救済とこの世に生きる姿勢をバランスさせるために保持してきた伝統的精神だったのです先ほどのパンゲはまた次のようにも述べていますそれ特攻は日本が起こる自己犠牲の長い伝統の白熱したしかし極めて 論論理的なな結論でははかかっただだろううそれを狂信だと人は言うしかしそれは共振どころかむしろ勝利への意思を大前提とし次いで敵味方の力関係を小前提として立てそこから結論を引き出した何者にも困らせることのない明晰な論理と言うべきものではないだろうかこの意思的な死は一つの三段論法の上に載っていたのだ。自己を犠牲ににするるることに求められる情熱がまるで 氷と水でできたアマルガムのようにこの上なく厳密な論理に解け合っていたパンゲは特攻という一見狂気に見える作戦はこの上なく厳密な論理的秘訣だと言いますしかしこの論理的秘訣を現実のものとするにはその論理を可能とする精神がなければなりませんこの精神は決して合理的推論から導かれるものではありませんそれは徹底した自己犠牲 もしくは自己否定によって自らの存在を意味あらんものとする意思なのです滅死によって歴史の大きな流れの中の一瞬に自己を秒で止めるのです死という一瞬の時に自己を突き刺すことによって自己は歴史の中に一つの病を打ち込んでいるのですいや病となって打ち込まれているのです諦めと覚悟は自己の死を意味あるものとするのです ここうして自己は死してては死生きることになります。私を滅却することで私は愛する者たちの中に生きるそれこそが自己犠牲の日本的伝統というものでした確かにどうも歴史の危機の時代ののっぴきならない事態において我々は物質的な自己犠牲や運命の管理といった日本の伝統の核心にある実存の形式をしばしば思い起こすのではないでしょうか個人が負うべき責任とは 運命を管理することであり、そのためには定年と覚悟がなければならない、というのがこの伝統なのです。日本版実存主義。ところで、西田喜太郎は、特に特攻について書いているわけではなく、西田哲学が特攻と関連があるわけではありません。西田は基本的にあの戦争には懐疑的であり、西田哲学が戦争イデオロギーであったなどという戦後の続説は、そちらの方が、 イデオロギーだと言いたくなりますにもかかわらず西田の哲学にはどこか深いところで特攻などと通じ合う何かがあるような気がするのですそれは西田の生きた時代そのものが満州事変、日中戦争、台北戦争という戦いの時代であり紛れもない日本の危機の時代だったからでしょうそしてその危機の中である中の異様な緊張の高まりとと,ともに 日本的な精神の核にある実存の形が呼び覚まされたからではないでしょうか。もちろん西田哲学の課題は何といっても西洋哲学が追求してきた実在の根底を取り出すことにありました真の実在へと迫ることでした。我々がものを知るといった時の,時のその最も根底にあるものは何かというのが西田の問いだったのです。それは 西田の生きた時代そのものが満州事変日中戦争台米戦争という戦いの時代であり紛れもない日本の危機の時代だったからでしょうそしてその危機の中である種の異様な緊張の高まりとともに日本的な精神の核にある実存の形が呼び覚まされたからではないでしょうかもちろん西田哲学の課題は何といっても西洋哲学が追求してきた実在の根底を取り出すことにありました真の実在へと迫ることでした 我々が物を知るといった時の、その最も根底にあるものは何か、というのが西田の問いだったのです。初期の純粋経験は、まさにその問いに対する回答であり、後になると、その考えを展開させて、絶対無の場所、という観念へと行き着きます。いずれにせよ、これらは大変に高度で、抽象的な形時定学と言って良いるものです。この世界を組み出てている、つまり、我々がこの世界を認識するその根底にある、 真の実在へとたどり着こうというのです絶対的な真の実在があるということですしかしそこで日田がたどり着いたのは無でした絶対無の場所なのです最終的に全てを支えているものは無だった全て我々が存在物と呼んでいるものは最終的にこの絶対無の場所に置いてあるということになるのですそれを認識する私も実はこの絶対無の場所に映し出された映像だ こうなると、不動で確かないの根本は問題はありませんが、断定して具体的な歴史的現実を示したいという、主体なのではないかこの場所に移り出された映像にせよ、無というものだけがかろとした、私の両親へのつもりが、無が張りあわさると、自存主義の要子を見ているのは当然のことでした。実際、このも実は、ある意味、日本で、日本版の実存主義について、我々がものに、 働きかけ、他者と交わり、行動し、活動している。そのリアリティはどうなるのか、という疑問が出てくるでしょう。それらはすべて無限の蜃気楼みたいなものなのでしょうか。戦況が迫ってくるといった逼迫感さえも、豚高の幻なのでしょうか。もちろん、そうは言えません。1930年代に入った頃から、西田の関心は、具体的な歴史的世界、すなわち状況の具体性の中で、体を持って活動する人間存在の 構造を明らかかににすするといいう方向に向かいま無論それは危機的な自局の到来ということだけではなかったのでしょう。生きた状況への関わりはまずは行為です。食事をするにせよ散歩するにせよ芸術作品を作るにせよ我々は体を持って具体的にこの世界へ関わっておりその時にいちいち物事を理性的にもしくは感傷的に考えてはいません。まず行動歩ききななのです車車を運転転していていいり自転車が 飛び出してきたとき、我々は一瞬の判断で危機を回避しようとします。そのときにいちいち状況を認識し、距離を測り、計算的判断などしていません。運転という行為の中での直感によってハンドルを切るのです。何も考えていません。体が反応するのです。状況における我々の態度は、およそこうしたもので、状況に対するほとんどの身体的な反応としてある行為がなされる。同時にその行為の中で状況の意味を把握しているのです。 そしてそのことが逆に体の動きを通して状況へと働きかけるのです。西田はそれを好意的直感と言ったのでした。だから我々の日常的な性はいずれ程度こそあれ、好意的直感によってなされています。普通そういうことは意識せず習慣的にやっています。しかしそれがのっぴきならない決断の様素を帯びてくる状況というものが時にはある。合理的判断や尊徳感情や合理主義などではとても、 ではありませんが決定できないことを決断しなければならないという状況があります先の特攻を志願した宮城もそうだったのでしょうもっと強権的に言えば特攻兵士が敵空母を発見し激突へと操縦桿を倒すその決断の瞬間そこには一切の合理的判断も何もないでしょうむしろすべてを消し去った無において行為そのものの運動に任せるおかないのですこうして現実の世界では 好意的直感はは時ととしてててすすす。まないいい実存ののを要求するのです西田書好い意い的直感的に我々に望む世界は我々に生死を迫るものである絶対矛盾的自己同一より。抽象的に頭で描かれた世界はともかく我々が現実に生きているこの世界は矛盾だらけです調整のつかないことだらけです家族を作ったのはより良い生活をしたいためだったのに。 家族のおかげで大変な目にあとといいうことはいくらでもあります。大変に世話になった人が罪を犯したでは彼を警察に突き出せばいいのかどう,どうなのか義理を取るか正義を取るか判断などできません宮部は生きて妻子のもとへ帰るのか死んだ仲間のために特攻するのか合理的な判断などできませんともかくこの世は住みにくいなどと漱石のように斜に構えて小説でも書けばよいのでしょうが 日常の生活の中では、そうはいきません。いずれにせよ、現実生活はまさに矛盾の塊で、しかしそれが一つの状況を成しているのです。我々が具体的な形で身をもって活動し、他人と共存する限り、現実は調停不能な矛盾に満ちています。西脱的に言えば、この歴史的世界は、絶対矛盾的自己同一というほかありません。永遠の今 そしてこの現実がどうにも調停できず合理的判断も損得感情も行き詰まってしまうからこそ我々は好意的直感に行動するほかないのです絶対的に矛盾する中で我々にできることはその矛盾を矛盾として受け入れ好意的直感に任せるほかないでしょうそこに余計な私や死体など不必要なのです私が選択するなどと考えるからそこに合理性や損得感情が入り込んできてそうなると 矛盾に耐えられなくなってしまいます必要なのはむしろ私が私がという自我を消し去ることなのでしょう無の自覚なのですそもそも全てが無の場所において生じるからこそ矛盾するものがいくらでも出てくるのでした神は絶対的な正義や自然法などという絶対者がいないからこそ矛盾したものが平気で矛盾として放り出されてそこにあるのです神がいれば本当はそんなことは起きませんどれが正しいのです どれかが正しいのです。どれかが正しいのです。A と B が根本的に矛盾するとすればそのどちらかが正しいのでありどちらかが間違っているのです。これが西洋の合理的論理です。人にそれがわからないのは理性的判断力が不足しているからであり神が人を試しているからだということになる。しかし絶対者がいなければ矛盾は絶対的な矛盾として矛盾のままであるほかない。無の場所に置いてあるのは あららゆるることが生じ得るからですしかし絶対者がいなければ矛盾は絶対的な矛盾として矛盾のままであるおかない無の場所においてはあらゆるることが生じ得るのですだからこそ私を無にするおかないこの無において行為的直感に決断するおかないこれこそは極めて日本的な実存主義というべきではないでしょうか。<laughs> この週

まさしくその存在のすべてに関わる、軽事情的な事態が理由なのです。先にも引用したように、にしては、好意的、直感的に我々に望む世界は、我々に生死を迫るものであると書いている。矛盾的、自己同一の、この歴史的世界のある状況においては、この矛盾が我々に生死を迫るのです。この決断の一瞬において、我々は、生かしかの選択ではなく、生でもあり死でもある、という生死一如、 の世界生息死という世界へ身を置くことになる生か死かどちらが正しいという選択はあり得ない両者が同じだと思う一瞬に身を置くしかないここで死ぬことがそのまま生きることだという一瞬へと放着するのですその一瞬を支えているのは無というほかありません絶対無の場所と言ってよ、はい 聖詩一如は、無の場所において自覚されることだからです。もちろんこの死を別に特効と重ね合わせて、文字通りの人と解する必要はないでしょう。象徴的に自己滅却をしと言ってよいでしょう。西田は次のように言っています。絶対矛盾の自己同一によって直感的に現れるものは、我々の死の底から見られるものでなければならない。また次のようにも言います。歴史的世界において物が作られるということは、 自己自身を消すことによって生産することである死することによって生まれることである共に人間的存在より禅の研究以来西田哲学は当時の若い知的な青年を常に引きつけてきましたこれはその際立った難解さ読みざるさを考えれば驚くべきことで確かに小林移動だ探索するように西田の言っていることなど何一つわかりもしない衛生哲学青年を多量に参集し,してしまったのかもしれません しかしここにはやはり時代の持つ切迫感があったように思われます。危機においてはその国の持つ精神的伝統の奥深い何かが実存の形へと結晶してくる時というのがあるのでしょうこの場合にはこの実存の形は一種の自己否定や自己犠牲によって真の行為へと自己をかきたて歴史的状況へ働きかけるというものでした歴史的世界へ参与するということは一度は自分自身を滅却することだ と西田は言うのです繰り返しますがもちろん西田はここで戦争への覚悟を特に説いているわけではありません戦争を念頭に置いているわけでもありませんしかし歴史の危機が極限まで高まったある一瞬に精神のすべてがかかってくる瞬間というものはやってくるのです西田はこの時間論の中で存在する時間はただ今だけだと言います我々は今この瞬間にしか自己を意識し得ないからです 時間としかしこの今はすぐ後には過去となりまた将来が次々と今になるこう考えればあらゆる今の中に過去も将来も含まれているのですそれを西田は永遠の今と言ったのでした我々は常に今の中にいるのですがしかしその今は絶えず過ぎ去るがゆえに過去へと何かを残していくものでありまた 次々とやってくるという意味で、いつも将来を取り込んだものでなければならないのです。個人にとって将来の果ては死です。また、自分が過ぎ去って置き去りにしていくものは子孫であり、彼らの社会です。こうして我々の実存は常に自己の死を見据えて、子孫に残していく活動の形なのです。これはハイデッガーが先駆的覚悟性と呼んだ問題革新とも重なってくるのですが、 それを西田は永遠の今と言いました特効とは言いませんが当時の時代を生きた多くの若者たちが事故の死を残された者へ向けて選び取られた最後の決断だという意識を持っていたことは事実でしょうそれは無へ向けられた決断でありまた滅死という意味では無死における決断だったのですそれは一瞬のものですがその一瞬は永遠の一瞬なのでした永遠の今は永遠の無へつながった一瞬なのでした ゼロ線のゼロは、後期2600年の最後のゼロから取っているようですが、ゼロは霊で、それは確かに無を暗示します。ゼロ線、霊戦というものの存在が、どこか日本的精神の諦めと覚悟を連想させるのは、それが永遠のゼロ、霊、永遠の無へとつながっているからだとすれば、それは言い過ぎでしょうか。ではまた会う日まで、また会える日まで、さようなら。 チャンネル登録よろしくお願いします。